飛べ遺跡で世界への挑戦。平野翔の進化が示す未来、広告会を席巻する平野翔。その成功の秘密とは平野翔がまとう新たな光。それは、アイドルの輝きとはまた違う、アーティストとしての、そして一人の人間としての、深みと力強さを伴う光です。彼がジャニーズ事務所を離れ、滝沢秀明氏が率いる、 トベへと移籍したことは、エンタメ界に大きな衝撃を与えました。しかし、その衝撃は、新たなステージでさらに大きなうねりとなっていくことを予感させています。トベ所属後、平野はアイドルの枠を超え、目覚ましい進化を遂げています。それは、まるで蝶がサナギから羽ばたく瞬間のように、美しく、そして力強い。かつて、 キングプリンスの王子様として、キラキラとした輝きを放っていた彼。その人気は絶大で、女性誌の表紙を飾れば完売10番は当たり前。出演した CM の商品も飛ぶように売れました。しかし、その裏側で彼は葛藤を抱えていたのかもしれません。王子様キャラというイメージに縛られ、 真の才能を発揮しきれていないもどかしさを感じていたのではないでしょうか。小学生の頃からダンスに打ち込み、世界で通用するパフォーマーになることを夢見ていた平野。しかし、当時の所属事務所では、俳優やバラエティ番組への出演オファーが絶え間なく、グローバルに挑戦する機会は限られていました。 海外で活躍できるグループになることを目指して頑張ってきましたが、中略。全力で取り組んだとしても、もう遅いなと感じてしまい、目標を失い、今回の決断に至りました。という言葉とともに、彼は25歳でジャニーズ事務所を離れる決断をします。退所後、韓国の大手芸能プロダクションである HYBE や、グローバルなエージェントからオファーが殺到する中、 彼が選んだのはトベでした。そこには、滝沢秀明という、彼と同じようにアイドルの枠を超え、新たなエンタメの形に挑戦しようとする強い意志を持った人物の存在があったのでしょう。トベ所属後、平野は自らの殻を破り、その潜在能力を解放しました。まるで長年眠っていた才能が目覚めたかのように、彼は世界を魅了するパフォーマンスと、 圧倒的な存在感を示しています。その象徴とも言えるのが、ナンバーアンダーライン愛として発表した g o トのミュージックビデオです。公開からわずか3日で1000万回再生を突破し、YouTube のデイリーランキングで世界1位を獲得。4000万回再生を超えた現在もなお、世界中のファンから熱い支持を集めています。この成功は、 彼が長年抱いていた世界で活躍するパフォーマーになりたいという夢を実現するための第一歩と言えるでしょう。世界水準で制作された MV は彼の圧倒的なダンススキルと表現力を存分に引き出し、SNS を駆使した巧みな PR 戦略がグローバルなファンを獲得することに成功しました。平野の進化はエンタメ界にとどまらず、 広告業界にも大きな影響を与えています。イブ・サン・ローラン・ボーテやルイ・ヴィトンといった高級ブランドとのパートナーシップ、サントリージン・やコンタクトレンズ、ボシュロム・アクアロックスシリーズの CM 出演など、名だたる企業がこぞって彼を起用。その経済効果は驚異的で、緑人リ打ン・は CM 放送後、 わずか2週間で前年比約230%の売上増を記録しました。広告業界での彼の成功は、単にアイドル的人気に頼るのではなく、確かな実力と戦略に基づいたものと言えるでしょう。エンタメライターの伊藤宮美奈子氏も、世界水準で制作した MV と SN、SNS を駆使した PR こそが成功の鍵だと分析しています。 トベ初のコンサートが東京ドームで開催され、アマゾンプライムビデオで世界同時配信されることが決定しました。わずか1年でドームに進出というスピード感からも、トベの勢いとヘイヤへの期待の大きさがうかがえます。アマゾンプライムの CM では、トベのアイコンとしてヘイヤが最初に登場します。彼の存在は間違いなく、 トベにおいて非常に重要な位置を占めています。トベのアイコンとして、そして日本のエンタメ界を牽引する存在として、平野章はさらなる高みを目指して歩みを進めています。彼の進化は、私たちに多くの刺激と感動を与えてくれるでしょう。しかし、疑問が残ります。彼は、アイドルという肩書きを捨て去ることで、真の自由を手に入れたのでしょうか それとも、新たな枠組みの中に身を置くことになったのでしょうか彼がこれから描く未来は、私たちにどのような景色を見せてくれるのでしょうか平野自身は、戸米への遺跡を新たな挑戦と語っています。ジャニーズ時代にはできなかったことに挑戦し、自分の可能性を最大限に広げたいという強い意志を感じます。それは、 世界進出という大きな夢の実現かもしれませんし、表現者としての新たな境地を開拓することかもしれません。飛べという自由な環境は、彼にさらなる進化をもたらすでしょう。滝沢秀明氏という理解者であり、かつともに高みを目指す同志の存在も、彼の挑戦を力強く後押しするはずです。しかし、道のりは決して平坦ではありません。 新たなファンを獲得する一方で、かつてのファンの中には、彼の変化を受け入れられない人もいるかもしれません。アイドル的人気を捨て去り、アーティストとして、そして一人の人間として成長していく過程で、様々な葛藤や困難に直面する可能性もあります。それでも、平野翔は前を向き、歩み続けるでしょう。彼の瞳には、 かつての王子様の輝きとは違う力強い光が宿っています。それは自らの道を切り開き未来を創造していくパイオニアの光です。平野翔という機代のエンターテイナーがこれからどんな未来を創造していくのか世界が注目しています。彼の挑戦は日本のエンタメ界の未来をも左右するかもしれません。私たちはその奇跡を これからも暖かく、そして時に厳しく見守っていく必要があるでしょう。彼が新たなステージで、さらなる輝きを放つことを期待せずにはいられません。広告業界では、平野の存在感がますます際立っています。彼は数々のブランドのアンバサダーに抜擢され、その広告は大きな反響を呼んでいます。彼の成功は単なる広告業界の話ではありません。 それは、夢を追い求める人々に勇気と希望を与える物語です。しかし、この物語にはまだ続きがあります。平野の成功は今後も続くでしょうか彼はどのようにして世界で通用するパフォーマーになったのでしょうかそして、彼の物語から私たちが学ぶべきことは何でしょうか彼の成功は、ただ広告業界だけにとどまらず。 私たちすべてに影響を与えるものです。彼の物語は、夢を追い求める人々に勇気と希望を与えることでしょう。